各会派の議員が集まっています。佐渡の金山の世界遺産登録を目指す議員連盟として今後のスケジュールや取り組みを確認します。世界文化遺産登録に向けユネスコへ推薦書が提出された佐渡の金山、今日県議会では花角知事も出席し、世界遺産登録推進議員連盟の会合が開かれました。ステップまで来ましてですね、最後の大ジャンプをこれからしなきゃいけないと。会合では世界遺産登録に向けたスケジュールが示され、韓国のさらなる反発も予想される中、議員連盟として県などと協力し取り組んでいくことを確認しました。